準決、まあ最低、最低準決な。慣れてるわけだ。ただでも野球はもう初戦の壁は越しますからね。そうですね。はい。サッカーでも。初めてですね。いや今回あの100回目の大会なんですが、県勢は85回に羽黒高校さんが初戦突破してこうちょっと初戦入ったようなんです。羽黒高校は2006年以降初戦突破ができていないという現状の中で、自分たちがこの第100回大会という記念すべき大会でしっかりその負の歴史を変えて、自分たちがまず初戦突破をして、しっかりいい成績を収めれるように頑張りたいと思います。まず自分たちにとっては、選手権初めてですけど、山形の歴史が自分たちが変えられるように頑張りたいと思います。県大会、県決勝と同じような、厳しい戦いになると思いますが、そういう時でもチームの仲間と助け合い協力して、一勝でも多くできるように頑張りたいと思います。前回出た時も悔しい負け方をしたんで、この3年ぶりの出場ということで、まず全国大会で1勝目標に、県勢ベスト8に入ってないっていうのもありますんで、ベスト8の壁を越えたいなと思ってます。